はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。4時半ですね、2月12日土曜日でございまして、昼頃からここに来てですね、ニュースをですね、ニュースサイトをですね、あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ行ったり来たり行ったり来たりしますけど、だん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 ね、こう思えてきたのはね、明日ちゃうんかなという、いわゆる13日ですね、日本時間の現地時間の13日早朝ちゃうんかなという気がしてきましたね。いろいろあるんですけど、今日時間、これからこの後ですね、米ロテレビ会談があるそうです。で、それでその最後の打開を図るのかもしれませんけども、お互い情報ということはないと思うんですね。バイデンここで譲歩したら、もう今でさえ中間選挙負けんのに、その譲歩したなんてことになると、もう政治生命なくなりますからね。てかといってプーチンが引く構えは見せてない。むしろですね、こう部隊をたくさんさらに送り込んでるというようなニュースが飛び込んできています。そしてその中日のロシア大使とかね、他のロシアの高官とかがね、そんなそれありえへんって言ってるわけですね。ウクライナ侵攻なんてことはないと明言してるわけですね。明言してるところはいかにも怪しいんですよ。ロシア人ってね、その胸を張ってね、大きい声で言うときにはね、嘘であることが多いというふうに言われています。大きな声で言うた場合ね、だから、言い始めよったやんという感じになるわけですよ。ロシアウォッチャーからすると、ロシアウォッチャーというほど大したことないですよね、私は。で、他にもですね、さまざまな動きがあって、まあ、アメリカは48時間以内、昨日時点で48時間以内にみんなもう出てけって言って、イギリスは即刻出ていけって言ったんですね、自国民に対して、ウクライナから。で、ロシアとしてね、仮にね、行くつもりであればね、やっぱりタイミングが大事だと思うんですね。であんまりそのこう時間が経ってしまうと、ウクライナが準備するでしょう。今もちろん準備してるんですけども、その準備が整わないうちってのが一番いいわけです。で、誰もまあそれはないやろうと思う日がいいわけであって、もう今はね、もう行くだろう来るだろうと思ってますけども、今盛んにウクライナ側からですね、大丈夫や大丈夫やと言ってるわけですね。それは何でかと言いますと、その危機を煽り立てると外国人みんな逃げるでしょう。もっと自国経済が響くじゃないですか。だから大丈夫なんやって、こうウクライナ側はそう思いたい、希望的観測ですね。でやっぱりそう思いたいからそういうふうに言うてるということはですね、ちょっと気が緩んでるわけですね。でほんまに組んであいつらと思ったらですね、そうは言わないはずなわけです。だまだまんあれですね、まさかと思ってるところあるわけですね。まさかほんまに来ひんやろというふうに思ってるところがウクライナ人側にあるというのは今のうちなんですよね。で時間が経てば、それはプーチンにはどんどん不利になるはずです。だんだん西側もいろんな材料を積み上げますし、武器はどんどん運び込まれています、ウクライナに。でそれが時間が経てば経つほど、どんどん増えていくわけなんですよ。で昨日、おとといですか、バルト海からロシアの船がですね、4、5隻黒海に入ったわけでして、もうそんなもんね、あんな狭い海ですから、1日もあれば作戦行動が可能になるわけです。であれば、ウクライナに時間的余裕、準備する余裕を与えずに、ドヒャッと行った方がいいはずなんですね。でやっぱりこういうオペレーションっていうのはですね、こう突然、誰も思わない時に、その来た方が、やった方が効果的なわけです。だからサドンアタック、日本語でいう奇襲というのが好まれるわけです。もう奇襲ではないですよ。奇襲ではないけども、意外な日時に始まるというのが、まあ今、まだしも少し効果があるわけですね。これでもって、日曜日なんですよ。日曜日ってのは、要は、日本人にとってはただのホーリデーですけども、キリスト教徒にとってはですね、聖なる休日であってですね、朝は教会に行ったりするわけですね。で、そういう時にことを始めた方が、準備型、受ける方の初動がですね、10分でもね、20分でも30分でもね、遅れるわけですよ。遅れるその10分、20分っていうのが、ミリタリーの世界でものすごい重要なんですよ。
ミッドウェー海戦でね、わずかこう1分か2分の差がですね、命取りになったわけですね。ミリタリーの世界はもうそういうもんなんですよ。なんで、で始めるとしたら早朝なんです。夜明けとともになんです。暗いとね、そのなかなか動きづらいでしょ、見えへんから、まあ、もちろん今は見えるんですけどね。でも明るい方がオペレーションがしやすいわけです。で明るいうちに始めてですね、でその一日、そのデイタイムですね、明るいうちにできるだけたくさんの目的を達しようとするわけですね。初日に、初日の初動ってのがかなり鍵なわけですよ。こういう場合どこまで行けるか、ちゃんと目標通り行けるのかと。で夜がですね、大体の行動は控えて、次の日の朝からまた始めるわけです。始めるにはですね、日曜日の朝っていうのは最適なわけですね。だから私もしかして6日の朝かいなと思ってたんですけど、6日は来なかった。10日かいなと思った。10日って何かというと、マクロンさんが7、8、9とですね、その朝廷で動き回ったわけですね、フランス大統領の。彼は自分の選挙があるんで、4月なんですね。で今人気ないんですよ、マクロンさん。で、なんとかこれをまとめて、おーら、俺が出てってまとめたんやって言えれば多分、再選間違いなくなる。だから必死で食い下がったわけですよ、プーチンに。会談が7時間で及んだっていうのは、それは、その、プーチンが望んだのではなくて、マクロンが食い下がったんでしょうね。食い下がったけども、よろしき結果は得られなかった。というのが現実ではないんかなというふうに思いますね。で、そのマクロンさんからの報告も受けてですね、アメリカやイギリスがですね、あかんあかん、これはあかんわこれは始まるわということで、すぐに自国民に撤退せえと。で13日朝というのもある程度読んでるのかもしれませんね。アメリカが言うた48時間というのは、昨日言うてたらですね、ちょうどそれが48時間後に本当に全部アメリカ人がいなくなればですね、始まった時にはウクライナ国内にアメリカ人がいないという状態になりますからね。となると13日早朝っていうのは日本時間で言いますとね、お昼頃ちゃうんかな。13日のお昼頃でしょうね。何時間の時差があるのかしら、5、6時間だと思います。今夜明けがですね、日本で7時とかでしょ、5、6時半とかでしょ。で、5、6時間っていうのもそうですね、お昼頃ではないかなと。の夜明けとともにですね、ドーッと行く可能性があるなと思います。いや、ほんまにかどうか知りませんよ、女は。ただ私の予想ですよ。こう状況から考えてこれが一番可能性が高いという当てずっぽうですけどね。そうなりますってとですね、13日1日は大騒ぎです大騒ぎです。日本もね、何が起こるかというと、まず皆さんスーパーに食料買いに行くんですよ食料とかトイレットペーパーとか洗剤とかね、あの手のものを買いに行くんですよ。誰かが何か言うわけではないんですけど、この前の、このコロナの騒ぎの時にトイレットペーパーなくなったでしょ、2年ぐらい前に。あれと同じで、石油がなくなるということになるわけですね。まあ、なくならないはしないですよ、本当は。なくならないはしないんですけど、なくなるかもわからんという恐れがあって。それで、まずスーパーに食料買いに行くのと、あと車持ってる人はガソリンスタンド行って満タンにしようとするわけですね。満タン給油を目指してガソリンスタンドに車の行列ができるということになります。それが多分お昼過ぎからパニックになるんでしょうね、日本国内。で、一番パニックなのは翌14日の朝ですね、日本の株式市場が開きます。まあ、凄まじい売りでしょうね。サーキットブレーカーが落ちるぐらいで売りちゃいますかね。初日はとりあえずパニックだと思いますよ。で、原油市場も開きますけども、本当すぐ、今91ドルとか92ドル、93ドルですね、93.93 って、なんかこれもえらい上がって、気持ち悪いぐらい上がってるんですよ。ほんならすぐ100突破して、その14日中に120とかいくかも分かりませんね。で、もうその14日の週には150までいくでしょうね。これで儲ける手法があるんであれば、今週、先週は買いでしたね。で、まあ、そう、仮にそうなれば、私のこの当てずっぽうが当たればですね、明日の昼過ぎからパニックと。
世界中の大パニックが始まって、もうすぐにそのあれですよ、アメリカの大統領はジョンソンさんと回線つないでどうするこうするって やり始めて、まあどうするこうするもじゃあ何もあのアメリカ軍を派遣しないって言うてるわけですから、どうするこうするもないんだ、どんだけ武器を送り込むかとか今どうなってるかとか、あのイギリスという国はね、あんなに小さい国なんですよ。人口だって日本の半分ちょいしかいないんですけど、むちゃくちゃ情報は持ってる国なんでしょうね。情報収集力っていうのはアメリカとそんなに変わらへんの近くかぐらいに、あんな小さい国はね、情報持ってるんですよ。だからイギリスとアメリカで情報交換して、ほんでどないするかって決めて、そこにマクロンやあれショルツを入れて、どないするんやって決めて、まあキッシャンはね、一番最後でしょうね。まあ日本遠いからね、ということで。まあということが、もしかしたら明日のお昼過ぎにそうなるかもしれんなという話でございます。かなり当てずっぽうでございます。かなりの当てずっぽうです。でもそうなる可能性は僕は 3,4 割はあるんちゃうかなと思いますね。そう、明日ならなければ多分20日の閉会式の後だと思いますけど、それだとあまりにも当たり前すぎてですね、なんて言いますかね、面白くないって面白くないわけだって、こういうのはやっぱりこうサドンアタックで来なければ、プーチンね、あいつ本当に悪事でもありますからね。はい、ということで、特に貼るページはございませんので、皆さんそれぞれニュースをご覧ください。はい、皆さんどうもありがとうございます。